おはようございます。今日も最高の一日にします。はい、今何を書いていたかというと、この本には、本というかこのノートには自分自身の今後の指標となってくる目標と計画を書いてます。でこれは毎日書いているこっちのやりたいリストとは違います。なんで主には自分でノートを2つ持っていて、毎日毎朝必ず書くやりたいことリスト、やらなきゃいけないリストじゃなくて、やりたいことリストを書いて、自分自身がどんなことがやりたいのか、どういう未来にしたいのか、どういう人になりたいのかっていうことを毎日毎日毎朝これを書いてます。でこれをどちらかというとまとめた、全部大きくまとめて、まあ、1週間に1回くらいの程度で自分自身の 急なアイデアとか、指標となってくるこう目標値とかラインとかを自分自身でしっかりと引く計画等をこっちのノートにいつも書いてます。で紙に書くと、なんていうんだろうな、皆さんも自分でもし、目標と必ずあると思うんですよね。必ず絶対持ってると思います。こういう人になりたいとか、お金持ちになりたいでもいいですし、例えば大きな家に住みたいとか、海外で仕事をしてみたいとか、人のために何かをしてあげたいとか、何でもいいと思うんですけど、それを全部毎日、紙に書く、ノートに書くことによって頭が整理されて、新しいアイデアが毎日毎日生まれてきます。なんで皆さんもぜひ試してみてください。上げた瞬間に T ポイントなぜか200ポイントも増えて、もう何でか分かんないけど、ありがたくいただく。お昼ご飯も食べたのでもう一回作業します。で夕方はジム行くので、それまであと2時間くらい、2、3時間くらいあるので、集中してやっていきたいと思います。はい、今からジム行きます。ジム行って体、ストレス、モヤモヤ、すべて取ってきます。もうジム行くともう全部がなんかこう肯定されてる感、やっぱりもう自己肯定欲が上がるんで、皆さんもぜひ体を動かしにジム行きましょう。はい、じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。今日も見てください、この天気もう明るすぎて最高。今日も最高の日にします。今から
品川駅行って先輩とご飯を今日食べます。お昼にで、まだ何時だっけ、9時過ぎなんですけど、先に、1時間2時間2時間前くらいかな2時間前くらいで先に行って、作業をしてから、パソコンの作業をしてから先輩に会おうと思います。で、現地には早く着くようにいつもしてます。やっぱ最初にこう時間ギリギリで行くと、ここの隙間時間ってどう使えばいいかわからないので、30分前、最悪でも30分前には着いて、先にカフェ行ってパソコンの作業としてます。おはようございます。おはよう。ちょっと乗ってんのか。はい、無印で帰り道に買ってきたのがノート2冊、いつもの自分の今後の道しるべとなる書くためのノート、ノートはもう必ずあった方がいいです。すぐ書きたいときにメモれるようにノートは2つ、今色違いやつを買ってきました。あとこれ、皆さんが本当に私がおすすめしたいのがこれ、皆さんぜひ買ってください。このボディタオル、無印のボディタオル、本当にこれ泡立ちよくて体の汚れもよく落ちるんで使ってください。これ。はい、じゃあ今からジム行きます。ジム。週末休みの日は全部ジム行って体を鍛えていきます。じゃあ、います。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日は雨ですけど、僕の気持ちは最高です。今日も最高すぎる日を作ります。いただきます。はい、ちょっと朝活しようとしたんですけど、集中できないんで体がムズムズするんで、ムズムズしたときは1個しかないです。ジム行きましょう。ジム行ってきます。やばい、もうやる気が出ないときはジムです。ジムに行きましょう。ジム行って体を無理やり起こしましょう。おなじみのターザの BCA とこっちプロテインの今グリコのプロテインを飲んでます。なんでこれもちゃんと持ってって、しっかりと朝もプロテイン飲んだんですけど、トレーニング後のプロテインもしっかりと取ります。で、いつもそれを割ってる水はただの水じゃなくて、
今言ってるジムのアスリエのところに水素水があるので、その水素水で割ってます。よし行こう。よし、カフェ行って作業します。勉強します。気合入ってるんでね今。はい、じゃあこの3連休も最高の3連休でした。明日からまた頑張りたいと思います。おやすみなさい。